ベルリーナベルリーナ後ろ姿、クーペフィアット130は、イタリアの自動車メーカーフィアットが1969年から1977年まで、生産した大型乗用車である。フィアット1800、2100、2300並びに、ランチやフラミニアの市場を受け継いだ。デビューは1969年3月で、当初はやや、アメリカ車風の雰囲気をも漂わせる。 デザインの4度汗だんのみであったが、前身のフィアット2300と比較すると4輪、独立サスペンション、4輪、ディスクブレーキ、パワーステアリング、リミテッドスリップデフの標準装備など、当時としては、進歩的といえるメカニズムを備えていた。当初のエンジンは、130タイプ A 型と呼ばれる、V 型6気筒 2866cc140PS。 5600rpm であったが、これは同年デビューした、フィアット128のエンジンのボアストロークを共に、ちょうど20%拡大し、1気筒を取り払って60度の V 型に2つ、組み合わせた設計であった。このように130のエンジンは、同社の小型大衆車のものをベースに開発されており、D の206、246の V6 エンジンとの、共通性はない。 1971年3月には、カロッツェリアピニンファリーナのデザインによる、従来のセダンとは全く別物の内外装デザインの、クーペが追加された。この時エンジンは、130タイプ B 型として、ボアアップされ 3235cc165PS5600rpm となったが、リッターあたり出力が50馬力前後と、異例に、 熱効率の低いエンジンであることは変わらず、1200rpm くらいからスムーズに加速する、柔軟性の高さは美点だったが、回すとうるさかった。車両重量が 1600kg 近かったこともあり、燃費も芳しくなかった。B 型になった際、安っぽいと不評だったセダンのインテリアもクーペに準じた、ものに変更され、優秀なエアコンも与えられた。 サスペンションは前輪がマクファーソンストラットだがスプリングはコイルではなくトーションバーを用いてエンジンベイに V6 やエアコンを搭載するスペースを稼いでいた。後輪の独立喧嘩は通常のコイルスプリングを用いていたが機構はフィアットディーノの後期型とも共通で 当時のメルセデスベンツや BMW にも引けを取らぬ良好な設置性能を発揮し強力なブレーキや正確な ZF 製パワーステアリングの助けもあってロードホールディングは良好であったがその反面乗り心地は振動やロードノイズの遮断などに関して大型車としては最良レベルとは言えなかった1976年 ランチアガンマに後を譲って生産中予されるまでに15,093台のセダンが作られ、翌年まで継続生産されたクーペは4,294台が生産された。セダンの生産台数の少なさは、フィアットブランドで高級車を売ることが困難だった結果である。日本には、新車当時には輸入されなかった。なおクーペのスタイルは、 ピニンファリーナの傑作の一つとされ、今日では、程度良好な130クーペは希少者となっている。このクーペをベースとした2ドアスポーツワゴンの、マレンマ、4ドアセダン、オペラがピニンファリーナによって試作されモーターショーで、公開されたが、生産化には至らなかった。ありがとうございます。